はい、こんばんは、ひろかです。ちょっと、ね、最近本当に自炊してないかったなと思いまして、今日は、簡単ですが肉野菜炒め、キムチ肉野菜炒め、いつものやつを作ろうと思います。ね、1週間が終わりました。明日携帯変えれたらなと思ってたんですけど、お財布を会社に忘れてしまって、あれ、お財布なくても携帯変えれるかな、イカフライ100ロのイカフライ、まあまあ美味しいですね。スタイルフリー1週間お疲れ様です。うまい。火つけてきます。豚肉入れます。野菜ミックス、目玉焼きもね、フライパン洗わずそのまま野菜炒めやった後のやつで炒めたら、なんかボロボロになっちゃったんですけどね。これが一番簡単でうまいやつです。いただきます。うまい。今年も健康診断の季節がやってきまして、私も3月後半にやるんですけど、今本当自炊もやってないので、ちょっと体重もちょっと心配なところがあります。はい、明日あったかいっぽいですよね。今日より5度高い。桜が咲いちゃいますね。うん。ちょっと量が多かった。うん。明日にします。あ、そうだ。夏はずっと今日のトマトって言ってずっとトマトを見てたんですが、今回新しい仲間をアマゾンで購入しました。はい、じゃらーん。はい、桜です。今日の桜です。こういう感じでつぼみもいくつかついてて、いつ頃咲くんだろう。旭山桜っていう品種ですね。4月の初旬から中旬に清楚で上品な八重の桜が咲きます。関西基準。桜の中でも特に花つきが良く、若い木から開花が楽しめます。基本的に外に置いてください。お花が咲き室内で観賞されたい場合は、冷暖房の風が直接当たらないように注意してください。すごい水が必要なんですね。1日1、2回鉢底から水が流れるぐらいたっぷりとあげます。というわけでね、4月の初旬ぐらいから咲き始めるらしいですね。本当にこれ花つきがいいですね。すごい 1,2,3 ポン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 ってあります。はい、というわけで枯らさないように花を咲かせたいと思います。今が3月3日なので1ヶ月ぐらい先なんですが、お花が咲くみたいですね。楽しみです。今日のデザート、ビエネッタです。ツイキャスでビエネッタの話題が出て久々に食べたくなって、これをね、パリパリパリってやるのが好きです。うん、いいね、この層になってる感じが。
すごい、これ何年ぶりに食べたんだろう。何年以上ぶりに食べますね。じゃあね、あの健康診断もあるのでちょっと食を気をつけなければと思います。健康診断3月20日なんですけど、その日まで、今日から、今日はちょっともう適当ご飯なんですけど自炊しようかなと思います。ここ2週間で急激に太っちゃって、体重測ってないんですけど、もう体がもうすごく重くなったのが分かるので、3月20日まで自炊ご飯をやりたいんですが、何か縛りが欲しいなって思うんですけど、その糖質制限だったら糖質制限とか、とりあえず自炊自体が今の私からすると結構ハードル高くなっちゃってるね。20日まで自炊生活をしたいと思います。今日3月3日なので17日間やっていきたいと思います。皆さんもね、この時期健康診断って方も多いかと思うので、食事から一緒に気をつけてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでこの桜もこれからその20日までのその自炊の間にも、あの桜のね成長、ちなみに今はこんな感じ。明日とか本当に暑いんでポポポポンって咲いちゃうんじゃないですかね。それはないと思うんですけど、はい、こんなにちっちゃいんですけど桜です。というわけで何でもないご飯でした。明日からちょっと健康に気を使ったご飯を食べていきたいと思います。じゃあまた。